こんにちは、ヤスです。今回はちょっと記録動画的に残しておこうと思って収録しております。ということで、そのキネティックの12日間続く日替わりクリスマスセールで、どっかで 100% オフ、まあフリーですね、無料配布が来るよっていうので、今年もですよね。今年も2日目に来ましたね。2日目に来ました。でもちょっと例年と違うところがあって、今回はこれちょっと見てください。個数制限なしですね。いつもあの制限あってどんどんこうメーターがカウントダウンバーってしていくんだけどね、今回はもう完全にフリーですね。個数制限なしだから、だから今日中にやればまだいけるんじゃないかな。今日中、明日までとかでいいのかな、今日中かな、にやれば、まあ今夜にでも普通にやればいいんじゃないかな。アクティベートすれば買えると思います。ここね、ここ押して、カルーセルって4ゲーンで、まあなんか賑やかなんだろうなっていうのはちょっとデモなんか聞いて分かったんですけど、どんな音源かはちょっと僕は分からなかったですね。なぜかというとね、うち読み込んだらさ、こんなメッセージ出たんだよね。これはインストールされてるライブラリに属してないですっていう、まあ、つまり使えませんよってことなんだけど、ちゃんとネイティブアクセスで、アクティベートして、でこっちでもデータベースでも加えて、ちゃんと認識させてるにもかかわらずできない、こういうメッセージが出るということで、ちょっと調べたら、コンタクト6用の音源、まあ、つまり最新版だね、それ用の音源をコンタクト5で使おうとした時に出るメッセージのようです。残念ながら。でこれを使うには、まあ、コンタクト6のプレイヤーを、ダウンロードしてやんなきゃいけないんだけど、なんかこれ1個のためにそれやんのいちいちめんどくさいのでもういいやって感じで、一応も出さずに、これ多分一生お蔵入りですね。使うことはないですね。あ、残念だな、残念ですけどね。なんかメッセージ出ちゃったんでしょうがないですよね。使えないですね、うちは。もうどんな音源かいまいちよくわからない感じで、今年は終わりですね。で、まあここはなんかよく2日目に来ますね、フリーがね。あと1個ね、なんか同時に来てるっていうのが違うか、例年度とね。カルーセルと、あとはなんだっけ、カーナバウだっけ、なんか、あー、これ、あー、カーニバルね、ザ・カーニバルね。ね、っていう音源、これなんだっけ、なんだっけあのオルガン系じゃなかったっけ、なんかね、にぎやかな、ちょっとこうチープ感のあるいい感じのやつね。これ前買おうかなって思ってたんだよね。で結局買わなくてそのままなんだけど、これまあちょっとね、聞いてみる価値は、知らない方はね、ちょっと聞いてみる価値はあるんじゃないかなと思いますね。っていう感じで、フリーと、まあ、普通の 75% オフと2つ同時に出してきて、しかもカウントダウンなしっていうのは、今年はちょっと変わった感じで出してきましたね。で、まあ気になるのは、これあと10日あるけど、どっかで来るのか、もう1個どっかで来るのか、1個2個来るのかっていうことなんですけど、僕はね、多分もうこれ来ないんじゃないかなと思いますね。今年はこれでそのキネティック解散していいんじゃないでしょうかね。っていう雰囲気に思えるんですけど、いかがでしょうかね。いや、もう一個来るだろうって思います。もうちょっと個数制限なしで来たから、もう出さないんじゃないかな。まあどっかでもう一回ぐらい来ればね、それは嬉しいけどもね。嬉しいけど、いやいや、コンタクト6用だったら僕は嬉しくないので、どうしようって感じですかね。まあちょっと僕は来ないんじゃないかなと思いますね。なので生活のサイクル乱してまではチェックはもうしなくていいかなと思いますけど、まあ、最近ちょっと夜更かし気味なんで、自然と起きてるんで見てますけど。そんな感じで、あと残りはまあ気楽にウォッチしていこうかなという感じですよね。ということで、まあ既読的な動画として今回残しておこうということで収録しました。まあよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。